こんにちは、認定心理師の高間です。さあ、今回はですね、ゲシュタルト崩壊！結論から言うと、僕たち人間は、文字とか図形とかを最初にチラッと見た時には、それが何であるかちゃんと知覚できるのに、そのままずーっと見続けると、それが何の文字や図形なのか見失ってしまうことがあります。このちょっと怖くて不思議な現象をゲシュタルト崩壊と言います。例えば、こちらの漢字をご覧ください。高いっていう字ですよね。高野の高です。まあ当然、現時点では、この漢字を知っている人であれば誰でも、あ、これは高いっていう漢字だなっていうふうにちゃんと知覚できていると思います。では、今から出すスライドを、25秒間ずーっと見続けてみてください。その間、僕のことは見ちゃダメですよ。ずーっとスライドを見ててくださいね。では行きます。よーい、スタート。はい、ストップ。どうでしょう？もうわけわからなくなってませんか？この漢字を、もはや、高いっていう一つの全体として知覚できずに、なんか、これと、これと、これと、これの気持ち悪い集合体みたいに見えませんか？これが、ゲシュタルト崩壊という現象です。そもそも、ゲシュタルトって何かっていうと、これはドイツ語で、個々の要素から構成される一つの全体という意味の言葉です。例えば僕たちは、この図を見たときは、あ、棒が2本あるなって思いますし、この図を見たら、あ、四角形だって思いますし、この図を見たら、アルファベットの E だって思いますよね。これらはすべて4本の線分から成り立っているので、もし僕たち人間が対象を個々の要素として独立に知覚するなら、この3つの図はどれを見ても全部、あ、線分が4本あるなって思うはずですよね。でも、そうではなくて、僕たちは、あ、棒が2本あるなとか、四角形だなとか、アルファベットの E だなっていう風に対象を一つの全体として知覚するわけです。このように個々の要素から構成される一つの全体のことをドイツ語でゲシュタルトって言います。ちょっと抽象的な概念で難しいですよね。僕も大学の授業で最初に習った時には正直よく分かんなかったので、まあここではなんとなく分かっていただければ大丈夫です。ちなみに今ご説明したような考え方から人の心について研究した立場をゲシュタルト心理学って言います。ゲシュタルト心理学は、人の意識っていうのは、いくつかの要素から構成されていると考えるのではなく、一つの全体として見るべきだって考える立場で、実験心理学の父であるブントが取った構成主義っていう立場を批判したものでした。ゲシュタルト心理学とかブントとかについては、詳しくはこちらの動画で解説しているので、よかったら見てみてください。ちょっと話がそれましたが、さっきご説明したように、個々の要素から構成される一つの全体をゲシュタルトと言って、それが崩壊すること。つまり、個々の要素が一つの全体を構成しているように見えなくなってしまう。全体を見失ってしまう。という現象をゲシュタルト崩壊と言います。もともとゲシュタルト崩壊は、失認症の病例として報告されたものだったんですが、今では健康な人でも経験する現象であるということが分かっています。多分ですけど、皆さんも一度くらいはご経験ありますよね。僕もまさに今回のこのスライドを作っている時に、ゲって入力するだけで予測変換の一発目にゲシュタルトって出てくるくらい、もうゲシュタルトゲシュタルト書きすぎて、ゲシュタルトっていうのが何なのかもうわけわかんなくなって、ゲシュタルトっていうワードにゲシュタルト崩壊しました。もう頭がおかしくなりかけました。皆さんも何か印象に残っているゲシュタルト崩壊体験なんかがあればコメント欄で教えてください。というわけで今回の動画は以上です。このチャンネルではこのように、教養として正しく知っておきたい心理学の知識をなるべく分かりやすくかつ楽しく解説しています。大学の心理学専攻に入ったり、小難しい専門書を読んだりしなくても、心理学という学問を気軽にでもきちんと学べる動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また、Twitter や英語学習サイト、自転車で日本一周した時のブログなんかもやっていますので、こちらも概要欄からぜひ見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。